今年の秋にアウターで白取り入れたくて、ちょうど秋物立ち上がったばっかりなんですけど、あいたサンベルトっていうアメリカのブランドの結構ワイドなジャケットですね、本当に状態も綺麗で、そうです、形とかもすごく綺麗で、吊るしでもこうやってコーディネート組んでるんですけど、割とこうペンキのいい風合いのボトムスとかを下に合わせてあげるとすごくかっこいいかと思います。かなりいい雰囲気でペンキの色合いができてるんで、まあ、1本での感じだけど、はい、でも綺麗、そうですね、偶然なんですけど、まあこれベルト付きなんで、あ、ベルト付きなんですか。ベルト付きです。あ、僕らで付けましたけど、これでありがたい、合わせて着てもらえたら、白白、はい、白白で着たらすごくかっこいいと思いますね。今日は三軒茶屋の3に来ました。まず雰囲気が好きで、すごい静かな場所にあるし、でも駅から遠くない場所で、まあ本当に落ち着いてるし、いい匂いするので気に入ってるっていうのは一つあります。あと結構こう服が入れ替わる頻度が高くて、すごいブランドのものとかもあるんですけど、でもなんか全然知らないような、いろんな服との出会いがあるし、めちゃめちゃ古着っていう古着もあるんですけど、結構ダメージ入ったやつとかもあるんですけど、取り入れやすい古着が多いなっていう印象で、そういうところも僕は好きな点です。店員さんにお任せしてるというか、今日こういうものを探してましてというか、これどうですかって持ってきてくれるものがもうすごくいいものを持ってきてくださるので、もういつもそれに頼ってます。自分でゆっくり服を見るのも楽しめます。皆さんぜひ足を運んでみてください。